ひらのしよう、しゆうたじんぐうじゆうたらと片組仲良しショット今日もし、たつがとうといっち。ソーシャルメディアの広がりとともに、アイドルや芸能人の日常がファンによってひそかながら注目を集めています。その中で、ナンバーアイのメンバーである平野しようが、仲間たちとの絆を感じさせるインスタグラムの投稿を行い、ファンたちの反応が大きく巻き起こりました。 本記事では、その投稿とそれに寄せられたファンの声に焦点を当て、平野仕様と仲間たちの友情とパフォーマンス力について掘り下げていきます。平野仕様のインスタグラム投稿25日に行われた平野仕様のインスタグラムの更新では、ダンサーで振付師のキャズ・ザ・ファイヤーとナンバー・アイのメンバーである岸優太、神宮寺優太との4ショットが公開されました。 写真には4人が肩を組んで笑顔でカメラを見つめる様子が収められており、それに対するファンからは多くの反響が寄せられました。平野はコメントで、数は出会ってそんなに時間は経ってはないけどめちゃくちゃ仲良いよね俺らしょう、と述べ。 さらに、人間もいいし何よりみんな惚れるような表現力やパフォーマンス力を持ってるから、同世代のダンス界のトップを走るキャズにマジリスペクトしてるよ、と綴っています。このコメントからは、仲間たちとの友情や尊敬の念が感じられ、ファンたちにとっては非常に心温まる瞬間となったようです。ファンの反応平野潮の投稿に対するファンの反応は熱狂的でした。 コメント欄にはみんなの笑顔が最高、みんなかっこよすぎる、今日も視察が尊い、見事すぎて真面目される、など感動や興奮の声が相次いでいます。これはアーティストとファンとの絆が強く、日常の一コマでもその存在が非常に大切にされていることを示しています。 ファンのコメントには、単なる崇拝の念だけでなく、メンバー同士の絆や笑顔の素晴らしさに対する賞賛が滲み出ています。このようなコミュニケーションの場が、アイドルとファンとのつながりをより強固なものにしていることが伺えます。ナンバーアイとは平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太タが所属するグループ、ナンバーアイ、ナンバーワンは、ダンスグループとして知られています。 メンバーたちは個々に異なる才能を持ち、グループとしてのパフォーマンスで注目を集めています。ファンからはそのダンスの華麗さやパワフルなステージパフォーマンスが高く評価され、ダンス界のトップを駆け上がっているとされています。ナンバー・アイはそのダンスだけでなく、メンバーたちの中の良さも注目を集めています。 平野紫仕様のインスタグラムの投稿はファンにとってメンバーたちの普段の様子を垣間見る貴重な機会となっており、これがファンとの絆を一層深めています。ナンバーアイのメンバーたちの絆ナンバーアイのメンバーたちはグループ内での絆が非常に強く、それがパフォーマンスにも良い影響を与えているようです。 平野の仕が投稿した写真では、笑顔で肩を組む彼らの姿が、まるで親しい友人同士のように自然体で映っています。この中の良さは、単なる仕事仲間ではなく、仲間同士の信頼と友情が根底にあることを示しています。ダンスグループとしての成功だけでなく、メンバーたちが心から楽しんで活動していることが、 彼らのパフォーマンスにもポジティブな影響を与えていることでしょう。キャズ・ザ・ファイヤーへのリスペクトヘイヤ仕様のコメントには、キャズ・ザ・ファイヤーに対する深いリスペクトが現れています。彼が、カズは出会ってそんなに時間は経ってはないけどめちゃくちゃ仲良いよね俺らしょう。 と述べる一方で、人間もいいし何よりみんな惚れるような表現力やパフォーマンス力を持ってるから、同世代のダンス界のトップを走るキャズにマジリスペクトしてるよ、と続けています。このコメントからは、平野市要がキャズザ・ファイヤーに対してだけでなく、同世代のダンサーとしての成功に対しても深い尊敬の念を抱いていることが伝わってきます。アーティスト同士の交流や尊敬の念は、 クリエイティブな分野での成長に寄与することが多く、これが彼らの活動にプラスの影響を与えていることでしょう。平野紫耀のインスタグラムの投稿を通じて、ナンバーアイのメンバーたちの中の良さや、他のアーティストに対する尊敬の念がファンに伝わりました。 彼らが成功するだけでなく、そのプロフェッショナリズムと友情が結びついて、ファンとの絆をより強固なものにしています。ダンスグループとしてだけでなく、個々のアーティストとしても成長し続ける彼らの姿勢は、多くの人に感動と共感を呼び起こしています。アイドルやアーティストとしての成功だけでなく、仲間たちとの絆や他の才能あるアーティストへのリスペクトが、 彼らをより魅力的な存在にしています。これからも彼らの活動から目が離せないでしょう。ハンズオを今後も彼らの笑顔や絆に癒され共感し続けることでしょう。